JP モルガン・チェイス。JP モルガン・チェイス。A.JP モルガン・チェイス &CEO は、アメリカ合衆国ニューヨーク州に本社を置く銀行持ち株会社である。商業銀行である JP モルガン・チェイス銀行。JP モルガン・チェイス・バンク。NA や、投資銀行である JP モルガン。JP モーガンを子会社として有する。JP モルガン・チェイス銀行は、米国外を含む。 商業銀行業務を JP モルガンは米国外を含む投資銀行業務を分担している。ヘッジファンド部門は米国最大で340億ドルを管理している。2000年にケミカル、チェイスマンハッタンと JPM との経営統合で誕生した。その後アラバマ州で地方債を発行して数量を稼いだ。賄賂が多方面に支払われていたので事件化した。 JP モルガン・チェイスは自治体の財政にとって危険な債務再建化協定を結んでいた。2002年、メルル・リンチやシティグループ同様言論の財務状態を知っていたことが報じられた。2004年、当時米国6位の商業銀行バンク1を買収。2006年4月7日、法人信託部門をバンクオブニューヨークへ譲渡し、代わりにブニーのリテール部門を取得した。 さらに2007年以降の世界金融危機で経営状態の悪化した銀行を買収し規模を拡大した2008年5月に当時米国合意の投資銀行ベアースターンズを買収このベアースターンズがリビア投資長円2億ドルを貸し付け600万ドル以上の賄賂をカダフィ政権に供与して2007年7月に融資を制約させたというこの疑いで リビア党市長は2018年9月に JP モルガン・チェイスを訴えた。ソジェンも同ファンドに賄賂で損失を与えた事件で罰金を課されている。2008年9月 JP モルガン・チェイスは当時、米国最大の貯蓄貸付組合ワシントン・ミューチ・アルを買収。2008年10月13日アメリカ財務省長官、連邦準備理事会議長、通貨監督局、 連邦預金保険公社、ニューヨーク連邦準備銀行に不良債研究債プログラム、タープ実施について同意を求められた。2007年の金融危機以降、連邦準備制度の受けていた。2009年3月、JP モルガンの組んだ合法的インサイダー取引スキームをウィキリークスが公開した。投資銀行部門である JP モルガンは2006年3月に 東京支店がトピックス先物の約定指数を操作したことに対して業務停止処分を受けた。また JP モルガンは同年4月1日設立の年金積流金管理運用独立行政法人から委託されて2014年10月現在まで日本株式のアクティブ運用を行っている。JP モルガンは投資銀行業務のグローバル総合リーグテーブルに置き、 2009から2012年の4年連続でゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレー等を上回り、主位であった。2013年、JP モルガンは電力価格操作により、アメリカ合衆国エネルギー省から4.1億ドルの制裁金を課された。この価格操作は、スマートメーター普及中のカリフォルニアで行われ、親会社の前身である JP モルガンカンパニーは、戦艦機に、 トーマス・エジソンと電力事業を加戦していた。この独占体はゴールドマンの投資ピラミッドに連結して世界恐慌を大衆化さた。2011年10月にバンク・オブ・アメリカを抜きアメリカ最大の資産を要する銀行となった。それまでグループ企業だけでなく自社の資本調達にまでミューチュアルファンドを活用していたもの見られる。同年アメリカンセンチュリーが JPM ファンド販売の役割を圧倒したので c e b c に41%買収され、そのうちおよそ10億ドル分が野村証券に転売された。2013年12月4日、JP モルガン・チェイスはカルテルを使ったライボー等不正捜査により、欧州委員会から制裁金を課された。2014年1月、バーナード・エル・マドフ受刑者による巨額詐欺事件に関し、 米当局などに約26億ドルを支払うことに合意した。銀行秘密取引の報告等に関する法律による不審取引報告を怠った儀。検察官は受刑者の犯行には過去にないほど十分な兆しがあったにもかかわらず、同行は見逃したと主張している。同年11月、ルクセンブルクリンクスで租税回避が発覚した。二0十五年三月、 先の電力価格操作は、親会社の JP モルガン・チェイスに対するクラスアクションにまで発展していることが報じられた。9月15日、ブロックチェーン開発コンソーシアム R37LLC を発足させた。2016年11月、ドナルド・トランプの顧問だが、ジェームズ・ダイモンを財務長官に推挙する一方、JP モルガン・チェイスは中国での事業獲得のために、 政府交換の親族採用で便宜を図ったとされる問いで2億6400万ドルの制裁金を支払うことで当局と合意した。採用の事実そのものはこれまで数回報道されている。また、制裁金は連邦準備制度にも支払われる。JP モルガンの中国進出は今に始まったことではない。1915年にフランク・バンダー・リップが アメリカンインターナショナルコーポレーションを創設した。資本金は5000万ドル。AEC はビジネスを目的に中ロ、南米資金と銀行と役人を送り出した。JP モルガンは AEC3 代目の副会長、ウィラード・ストレートを働かせてイギリスを懐従した。AEC 市会社のシームズ・ケリー・カンパニーは中国政府から経交船、部署調査官の布設を認可された。 AEG は日本工業銀行と協力関係にあると言われたが、それらしく1917年三井物産と計区位、大運がプロジェクトに合意した。三井物産はゼネラルエレクトリック、アメリカンロコモティブ、バキュームオイル、スウィフトカンパニーの総代理人であった。2017年1月、ブラックロックの資産1兆ドル帳を保管、管理する。 カストディアン業務契約を結んだ。JP モルガン・チェイスは、約2年かけて、ブラックロックの資産を、ステート・ストリートから移す。同年12月21日、1MDB の資金を流出させ同ファンドを、破綻させた巨額取引の扱いにおいて、JP モルガン・チェイス・スイスが、資金洗浄防止規則に反した事実を、スイス当局、フィンマが見つけ、ロス・チャイルド、クーツ紹介。 ゲンロイヤルバンクオブスコットランド、アブス、クレディスイスに続く摘発であった。重大内反とされたにもかかわらず、罰金その他の制裁は一切なかった。銀行団の摘発は続いているが、当局は最後の対象について、行名を明らかにしなかった。2018年3月、ユーロクリアから100億ユーロのリビア凍結資産が消失した事実を、 ベルギー当局が見つけた。1823年に創業されたニューヨークケミカルマニファクチャリングザニューヨークケミカルマニファクチャリングカンパニーは科学工業会社であったが翌1824年4月に金融業務へ参入子会社としてケミカルバンクオブニューヨークが設立された。最初の頭取はバルタザールで2代目がジョン・メイソンであった。 1844年、親会社の営業特許が切れて、ケミカルバンクもそのまま生産された。1838年の銀行法に合わせて、ケミカルバンクだけが再考されたが、1851年までに会社財産をあらかた売り払って、株に配当した。1853年、ケミカルはニューヨーク手形交換所の設立メンバーとなった。 1857年教皇にあっても銀行券を打艦したので古金会とあだなされた。しかし他行の球場には冷淡であったので一時は手形交換所から締め出された。南北戦争の間に預金総額を劇的に増やして1871年までに600万ドルを超えた。1865年からは国立銀行法を1865年の 営業特許を得ていた。内容は特権的で他の国立銀行の準備金を預かる立場となったのであるフェデラル・ケミカル・ナショナル・バンクロゴ・ニューヨーク。ケミカルの優位性は1907年強行までに失われた。1929年、ニューヨーク州が国立銀行法よりも広くトラストを認めるというので会社形態を改めたケミカル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー。 ケミカルは世界恐慌にあっても、預金総額を1941年まで増やし続けた。1934年 IBD が証言したところによると、彼が IG ・ファルベイ・インドストリーのマックス・マキシルナーからもらった最初の年金給付4万5千ドルは、IG ・ケミー名義で、ケミカルの投資信託へ予託されていた。1945年10月頃、 日本が貿易するのに使われる外貨中心の対外決済資金をアメリカ陸軍省がケミカルに予託した。この決済資金は後にスキャップへ移管され、手続きが1951年8月末には完了した。スキャップ勘定の預金口座は次の各校、いずれも東京支店へ開設された。すなわちニューヨークナショナルシティ、バンカメ、チェイスナショナル、香港上海銀行、 チャータード、オランダ銀行、ライン商業銀行である。このうちバンカメとチェイスナショナルを除く子行の財産は日銀の管理下にあったが、1951年12月24日までにすべて返還された。ケミカルはロビー団体のアメリカ対日協議会と関係していた。1954年、コーンエクスチェンジバンクを買収した。1967年、 ジェイス・マンハッタンとモルガン・ギャランティ・トラスト、そしてシティバンク・オブ・ニューヨーク、現、シティグループを伴い、アナコンなど鉱山会社に、総計8000万ドルを徴用し、1969年2月、ソール・スタインバーグのディースコ、ディースコデータプロセッシング・エキプメント・コーポレーションから、敵対的買収を仕掛けられた。ディースコは、メインバンクが、ファースト・ボストン、 現クレディスイスだった。ケミカルは事前に買収を察知していたばかりか、三家のミューチュアルファンドがディースコ資本の27%以上を悪くていた。プライス・ウォーターが防衛策を立案し、元イングランド銀行理事のジョージ・ボルトンがディースコのボイコットを約束した。パワーコーポレーションのミューチュアルファンドなどがディースコの株を一斉に売り払い、買収計画を混乱させた。 PCC は後に、グループブリュッセル・ランバートの株主となる独占である。防衛が成功した令状としての祝善は、AT&T ・デューポン・ US ・スティール・シアーズ・ IBM 等の重鎮へ打たれた。その中には、メロン財閥の過剰をピッツバーグで財を成した、ヘンリー・ヒルマンがいた。ユダヤ人のソウルは、自身が、エスタブリッシュメントの一員であると思っていたが、裏切られた。 1975年にロングアイランドの金融ネットワーク、セキュリティナショナルバンクを買収した。1982年にフロリダナショナル銀行を買収した。1983年時点でニューヨーク連邦準備銀行の会員銀行である。この年に変死したセデル社のジェラール・ソワソンが残した書類によると、ケミカルはセデルに匿名口座を開くように要求していた。 1986年にテキサス商業銀行を買収した。1991年マニファクチャーズハノーバートラストを買収した。1995年ニュージャージーの84支店を PNC に売却した。1996年ジェイスマンハッタンを買収したが新社名には買収先を残した。さらに2000年ジェイスマンハッタンが JPM と経営統合するが、現在もその本社機能は、ケミカルのものを引き継いでおり、また法廷手続き上の直接の前身である。チェイスマンハッタンバンク、ザ・チェイスマンハッタンバンクは、1955年に、バンク・オブ・マンハッタンが、チェイスナショナル・バンクを買収して発足した。1958年、クレジットカード、バンカメリカードが発明された。これと競争するため、 1960年、ジェイス・マンハッタン銀行がマスター・チャージを発明した。1962年に現在のマスターカードにブランド名を変更し、現在に至る。1965年、バンク・ブリュッセル・ランバートに参加し、ベルギー商業銀行にも49%資本参加した。1970年代から1980年代にかけては、 デイビッド・ロックフェラーが同行の頭取りを務めた。この頃は、債券株式市場、新ケートローンから、クレジットカード、住宅ローンに至るまで、幅広い分野で、高い業績を残した、名門銀行だった。1985年、チェイスマンハッタン新宅銀行を設立した、現日本マスタートラスト新宅銀行。1990年代に入ると、 不動産市場低迷の影響を受けて、かつての地位を失い、1996年ケミカルと合併した。チェースマンハッタンの前身二行についても書いておこう。バンクオブマンハッタン、マンハッタン銀行は1799年の創立で JPM チェースの前身企業中最古の歴史を持つ。かつて水道事業者だったマンハッタン社をアーロンバーガー、 銀行に転換させた。現在の JPM チェイスのロゴは、前身のチェイスマンハッタンのものであり、そしてさらに前身のバンクオブマンハッタンのものである。とにかく、マンハッタン銀行は最古産である、ニューヨーク銀行と競争したが、1853年、ニューヨーク手形交換所の原価名銀行となってらは、ライバルとも一定の人的関係を持つようになった。 1929年国際引受銀行、インターナショナルアクセプタンスバンクと合併したとき、MM バールブルク &CEO のポール・ワーバーグが会となった。チェイスナショナルバンクは1877年の創立で名前はサーモン・チェイスにちなむ。しかし経営者のジョン・トンプソンとは仕事上の関わりがなかったようである。チェイスは1917年。 他の国内銀行33行とカナダの一銀行に混ざり国外進出用ファンドを作ったアメリカンフォーリンバンキングコーポレーション1923年ロンドンに代理店を出した1925年アフビシのハバナとパナマ支店を買収した1929年チェース証券がアメリカンエキスプレスの経営権を握った1930年チェースは エクイタブル新宅、エクイタブル生命市会社と合併し、多国籍企業となった。エクイタブル新宅社長、ウィンスロップ・アルドリッチは、ロックフェラー家と隕石関係にあり、1934年、チェイス会長となった。1951年に、香港支店を閉じた。毛沢東の監視下でやってはいけなかった。ロンチャーナウの手による電気が有名である。 モルガン家日本経済新聞社1993年。マサチューセッツ州出身のジョージ・ピーボディは、ロンドン在住中に、ロス・チャイルド家から支援を受け、ジョージ・ピーボディカンパニーを設立し、金融業を始めた。当初は、米国債をイギリスの投資家に仲介するのが、主な業務だった。この時共同経営者として迎え入れられたのが、ジニーアス・スペンサー・モルガンであった。 後に、モルガンが代表を引き継ぎ、社名は JS モルガンカンパニーとなった。JS モルガンの息子であるジョンピア・ポント・モルガン。JP モルガンは、マーチャントバンカーであった父の事業を、米国内で広げ、1871年に、JP モルガンの前身となるドレクセル・ルガンカンパニー、ドレクセル・モーガン &CEO を、フィラデルフィアの銀行化。 アンソニー・ J ・ドレクセルと共同でニューヨークに設立した。ドレクセルの死後、1895年に、ドレクセル・モルガンカンパニーは JP ・モルガンカンパニー、JP ・モーガンカンパニーとなる。JPM は、アンドリュー・カーネギー・他米国内の鉄鋼会社を買収し、US スチール社を設立し業界を再編。世界初の時価総額10億ドル企業誕生の 仕掛け人となった。1895年、米国債を金6200万ドルで引き受け、後の召喚ではこれを現金1億ドルに変えて手に入れた。JP モルガンカンパニーは、静止電気事業にも投資を行いさらに巨大化したゼネラルエレクトリックなど、1905年ドレスナー銀行をコルレスバンクにした。1914年に、 ウォール街に建設された本部は、と、通称され、金融資本による経済支配の象徴的存在となった。第一次世界大戦中には、イングランド銀行が発行する、戦時再建の独占代理人を引き受けた。加えて、イギリス・フランスの軍事物資を建て替え払いで調達した、各国累計180億ドルと60億ドル。関東大震災では、1911年から、 共同経営者となっていたが、米国側師団を組織、借款を承認した。JP モルガンは1917から1926年の間に総額で120億ドル近くの資金を以下の各国へ貸し出している。オーストリア、キューバ、カナダ、ドイツ、ベルギー、フランス、イギリス、イタリア。オーストリアは空運動部との付き合い、 JPM は1928年に初めて米国予託証券を発行、翌年の世界恐慌により打撃を被る。これを受けてグラススティーガル法、銀行と証券の権威を禁止する法律も制定され、市中銀行になるか投資銀行になるかの選択を余儀なくされた。JPM は恐慌以前に比較的収益の安定していた市中銀行としての道を選び分離された。 証券、投資銀行部門はその後モルガンスタン、MS となった。誤解されがちだが、MS の、モルガンは、ジョンピア・ポント・モルガンに由来するものではなく、投資銀行部門の一般社員から昇進した、ヘンリー・モルガン、ジョンピアント・モルガンの孫の名前から付けられている。申請、JPM は1940年に、法人格を取得。 同年の投資会社法で、ミューチュアルファンドが制度化され、厳格な同族経営の必要が薄れた。1959年には、ギャランティトラストカンパニー・オブ・ニューヨークと合併し、アイクスド・ユーロクリアを支配する、モルガン・ギャランティトラストとなるが、10年後に持ち株会社を設立し、再び社名が、JP モルガンカンパニーに復帰した。 パットマン報告書が1960年代半ば、金融界の独占を統計資料で明らかにした。JPM はに投資家多角化サービス、インベスターズデバーセファイドセルビセス、IDS という最大のミューチュアルファンド複合を組み上げていた。それをパットマン報告書は機関化問題として論じた。リチャード・ニクソンは大統領候補であり、IDS の取締役でもあったが、 チャールズ・コルソンというハンドロウィンスの書く手紙に署名までしてやっていた。その数年後に IDS はを引き起こした。1980年代を通じてユーロ債市場をリードする。ユーロ債取引の大部分はユーロクリアとクリアストリームで決済された。JPM こそ決済事業に傾斜したが、モルガン・スタンレイと IDS はディーラーであった。 1983年7月、モルガン・ギャランティトラストが野村証券と日本に共同出資で新宅会社を作ることで合意した。この新宅会社は当面アメリカの企業年金を対象にした投資顧問業務を行う計画であった。この当時、年金運用は新宅銀行と生命保険会社だけが認められていた。公的年金は大倉省の資産運用部が 財政党有資として活用していた。信託銀行、政府、大倉省は、野村イコールモルガン連合に反発した。なぜなら、野村は、国内企業年金の投資顧問業務上の、投資一人勘定を認めさせようとしていたからである。抵抗虚しく日米円、ドル委員会が容赦ない圧力をかけて、1985年6月に、外資系信託銀行休業の設立を認めさせた。 こうして、翌1986年末に東京がオフショア市場となったのである。1987年、JPM がブラジルに無利子で13億ドルを融資した。JPM は1990年代半ばまでホールセールバンクとして活躍した。1997年、アメリカンセンチュリーの45%を JPM が買収した。 このアメリカンセンチュリーは当時アメリカで4番目に大きいミューチュアルファンド直販会社であったが、以降14年間 JPM ファンドの手足となってグループの資本を調達した。1998年ロングダームキャピタルマネジメントの救済融資に参加した。1999年成立のグラムリー・ジブライリー法により、金賞分離が撤廃されると、翌年に チェイスマンハッタンとの経営統合し、再び投資銀行となった。バンクワンは、1998年にバンクワンオブ・オハイオと、ファースト・シカゴ・ NDB が合併して誕生した。バンクワンオブ・オハイオは、オハイオ州地版だった、シティナショナル・バンク・オブ・コロンバスイコール・オハイオを中心とした、地元銀行の持株会社として設立された、ファースト・バンク・グループ・オブ・オハイオが前身である。 ファーストバンクグループがバンクワンと社名を変更したのに合わせて三家の銀行もが合併しバンクワンとなった。他の州へ業務を拡大し銀行を買収する際も常にバンクワンの名称を用い続けた。NBD、デトロイト国宝銀行との合併後は業績が悪化し祖父の代からバンクワンの頭取りを務めてきたオーナーのジョンビー・マッコイは退任を余儀なくされた。代わって シティグループから転身したジェミー・リモンが頭取りに就任、改革を進めた上で JPM チェイス二次社を売却するとともに JPM チェイスの CEO に就任した。2003年9月バンクワンはバンカメなどと共謀し、ミューチュアルファンドを利用した短期取引と時間外取引で不正な利益を上げた疑いでニューヨーク司法当局に捜査されているが、 別会社の不正取引も次々に摘発された。10年後、デトロイトは財政破綻した。2009年に破綻していたゼネラルモーターズは2013年まで公的資金をつなぎ融資として、バンガード、ブラックロック、ステートストリート、バークシャーハサウェイなどに帰還化された。JP モルガンチェイス世界60カ国以上に営業拠点を持つ多国籍企業である。 かつてはマンハッタンのダウンタウンにあるチェイスマンハッタンプラザが本社だったが現在はパーク外270番地にグループ全体の統括本部を置くリテール部門のチェイスは2004年に買収したバンクアンの本拠地であるシカゴに移っているクレジットカード部門の本部はウィルミントンにあるテキサス州地盤のテキサスコマースバンクを買収した経緯から同州のヒューストンが 南部における総代理店としての役割を担っている。この他主要な支店はフェニックス、コロンバス、ホートワース、インディアナポリスなど。BBC ニュースは JPM チェイスがニューヨークのダウンタウンからコネチカット州に移転しないことを確約する助成金を受け取ることでニューヨーク市州と合意したと報じた。アメリカ同時多発テロ事件以降他の企業も 同様の助成金を受け取っていたが、JP モルガンチェイスに対してのそれは最大であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。